でも田中と喧嘩しないの？田中とはあんま喧嘩しないですね。そうですね、本当にちょっとリリースしようかしまいか悩んでぐらい本当に特別な、私のボールパイソン歴史に残るような、買いたいですって言うかもしれない。おはようございます、ゆきお先生。グッドモーニングゆきお。グッドモーニングゆきおですね。グッドモーニングゆきお、おはようございます。本日は2024年1月13日土曜日、2024年初のインスタイベントですね。東京店へまた来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。いつもお世話になっております。今日もたくさんのボールパイソンとともに、はい、ゆきおさんがやってきてくれました。わー、まあ、インスタイベントの様子とかね、あとちょっとゆきおさんに今回あの新入荷がね、そうなんです、カナダから来てますんで、まあ、ちょっとパターソンとはまた別の、そうです、もう一個のカナダのねブリーダー、私の一番大好きなブリーダーですね。その一番大好きなブリーダーさんからね、もうかなりあの新入荷の方到着してるみたいなので、そちらも一部ご紹介いただきながら、はい、今回のイベント の, あの注目生態ご紹介いただきたいなと思いますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではゆきおさん、イベントに出店している生態紹介お願いします。やっていこうか。はい、こっちだわ。今回どういう系が多く連れてきてくれましたか？まあ、今回は本当に優勢コンボと、あとは私の大好きなハイポ系とかをメインに。確かにめちゃくちゃ多いね。じゃあちょっとまず1匹目お願いしてもいいですか？はい、お願いします。スーパーバニラのオスです。スーパーバニラのオス、珍しいね。スーパーバニラ珍しい。なんかファイヤーの方に結構みんな焦点が行きがちだから、スーパーバニラって、まあ、そうですね、結局のところブラックアイリッシュコンプレックスって意外と表に出てるモルフの方が少なくて、結局ファイヤーが一番名前も通るし、まあ、スーパー隊になった時の姿とかも含めて、やっぱファイヤーが優秀だから、すごくファイヤーが目立つけど、まあ、バニラは昔からやっぱ馴染みのあるモルフの一つではあるけど、スーパーバニラは本当に久しぶりに見たかも。なるほどね。このマットな色味ね。はい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 。おー、いいね。次かけたらバニラ確定ってことだもんね。そうです、バニラが確定。バニラスクリームとかね。バニラクリーム、バニラスクリームありやね。結構このファイヤーとはまた違った、なんかこのマットなクリーミーな感じとかはやっぱバニラすごく得意で、なかなかバニラワーファイヤーとかそういう類でしか出てないことが多いので、珍しいんじゃないかなと思います。なるほど、ありがとうございます。はい、さあ続けていきましょうか。ででん、こちらはピュータースケールレスヘッドのメス。おお、ちゃんと頭がね、ハゲチョビンです。ハゲチョビンやね。ピュータースケールレスヘッドってことはシナモンパステルスケールレスヘッドってことですね。そうです。おお、またコアですね、これは。いや、結構かっこいい。やっぱね、なんかスケールレスヘッドって、やっぱスケールレスに、まあ、なる一歩手前じゃないですか。やっぱね、見てわかるかな、鱗めっちゃ細かいんだよね。なんか最近アルバイトの子、静岡で一緒に頑張ってくれてる子と一緒に見たやつがパステルレオスケールレスだったかな。おう、やっぱね、なんか鱗がないから色のなんか表現とかちょっと難しいところがあるんだけど、めっちゃかっこよくて、ちょっとオスで一緒にシナモンスケールレスヘッドとか撮りたかったんですけど、ちょっと撮れなかったんですけど、やっぱりエイトボールスケールレスとか、はいはい、まあ、そのあたりとかもちょっと狙えたりとか面白いところもいけるし、この子はね、なんか色彩自体もかなり独特でかっこいいんで、結構気に入ってます。これ面白いね、スケールレスの道を、ぜひという感じですね。なるほど、ありがとうございます。 ODYB パステルレオパードのメスです。お、結構モルフの組み合わせとしてはシンプルだね。まあ、なんかよく聞く、まあ、やっぱ合わせられるような相手だけど、完璧っしょ。完璧だね、めちゃめちゃかっこいい、この見た目、めっちゃいい表現ですね。本当に網みたいにこうバーッとつながるこのタイプ、やっぱパステルレオベースじゃないとやっぱ私はここまでならないし、このなんかシックなこの色がやっぱ私はすごくタイプで、なるほどね。で本当になんかやっぱパステルレオ YB っていうだけでもこうフリーウェイのレオコンボ狙えるっていうところで、やっぱレオ YB ってすごく重宝されるモルフなんで、プラスでね入ってるんで、いろいろ
なるほど、そちらの方の活躍もできるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。はい、じゃあゆきよ先生、最後の答えです。はい、はい、こちらは僕はあの一番新しい新入荷じゃなくいいんですけど、うん、グレイマターですね、メスです。ちょっと入ってきた時結構小さいサイズで入ってきて、春頃にちょっと入ってきた子なんですけど、鼻先が入ってきた時ちょっとむけちゃってたりしてたのと、餌付きにちょっと時間がかかって、うん、の調整して、今もう本当に素直に餌を食べるようになって、やっと販売デビューに回ってきたような子なんですけど。結構あのグレイマターお問い合わせ結構いただいてたのに、なかなかちょっとリリースできずにいた子だったので、まあ本当に満を持してリリースしますよっていうところでちょっとご紹介を。なるほどですね。モルフの組み合わせとしては、一応なんかあのエイトボールシャンパンっていう立場で、まあスーパーシナモンシャンパン、まあスーパーブラバスシャンパン、この子はそのグレイマターのエイトボールのところのモルフの掛け合わせのインボイスがちょっとないんですけど、神経障害がちょっとある感じか。そうですね、ちょっと神経障害はあるけど、まあでも餌はね上手に食べれるんでね、もう見ての通りすくすく大きくなってきてますんで、特に問題なく、ちょっと動きに個性があるよって感じですね。なるほど、グレイマターのメスですね。はい、ゆきおさん結構こうなんかボールパイソン、今回も多分これリストからボールパイソンは、まあいつもデンドロパークではゆきおさんと田中がチョイスするんですけど、なんか結構どういうところを注目しながらチョイスするんですか。もちろんやっぱり世界的に見て人気なところのモルフもやっぱ注目して撮りますし、あとはやっぱ私自身がなんかあんまり人がやらなさそうな、なんか面白そうだなみたいなモルフもやっぱりピックアップしながら選びますね。やっぱ個性のあるモルフをやっぱ知るってなかなか機会もないし、私自身がそういうのが好きなので、まあこれはちょっと挑戦してみたいなっていうモルフをあえて撮ったりすることもあるし。でも田中と喧嘩しないの？田中とはあんま喧嘩しないですね。喧嘩というか、そのなんかこう選ぶときに、いやこれはいるわとか、いやこっちの方がとかって、まあもちろん多分まあ、俺もカーペット選ぶときとかは、まあ言ったらば、まあもちろんね、こう会社でやってることなんで予算っていうのがあるじゃないですか。まあそうですね。まあその中でこう、いやこれはいるよ、いやこれはとかって話になってしないの？いや、なんか割と私と田中意見が割りかし合うタイプで、もうこれ欲しいって言っていいんちゃうみたいな、これどうしても欲しいみたいなやつ、もうなんか男にもいいねいいねみたいな感じになる。あ、そうなんだ。あ、じゃあいいね。喧嘩するのは慎太郎さんかな。あ、慎太郎さんと喧嘩するんだ。うん、慎太郎さんと喧嘩する。バンバン喧嘩するよ、ないの？やっぱなんか、いや今ちょうど慎太郎さん、今ボールパイソンこう撮るときに、まあ、いつもね、ゆきおさんとこう田中が、あの慎太郎さんももちろんこう 会議に参加する中で、ああ撮るときか。そうです、喧嘩するんじゃないかみたいな話を。めっちゃ喧嘩するね。やっぱそう、撮りたいものとか好きなものがやっぱ違うから。そう、やっぱボールってさ、まあ、タムもカーペットでわかると思うけど、はいはい、自分が好きなものってやっぱより強く伝えれるじゃん、うんうん、僕これほんといいんだよみたいな、うん、それがやっぱみんな違うんで、その中で慎太郎さんと田中とゆきおさんで話をするときに、まあそのバトル、バトルというか割と2対1になるよ。割と2対1になる。割と2対1になる。で、それでも取りたいって言ったやつは僕が責任取りますんでって言って取った。責任性だから。そう、これは絶対なしやから、これお前難しいぞってなって、うん、なった時にもう私絶対緩んで、ああもういったなっつってっていう感じで取る、ね、うん、なるほど、まあ、ちょっとそこはプライドをかけたチョイスなんですね。まあ、好きなものを伝えるってそういうことです。はい、ゆきお先生、はい、お客様お迎えを、お迎えしていただいて、しかもそのお迎えした答えがあのゆきおさん激推しの答えだったということで、そうですね、本当にちょっとリリースしようかしまいか悩んでぐらい、本当に特別な私のボールパイソン歴史に残るような、本当に即決でお迎えしていただいてめちゃくちゃ嬉しかったんですけど、またこれも推し子なんですね。そうですね、まあ、1匹ずつご紹介いたしましょうか。はい、じゃあまず1匹目から。まず1匹はサイプレスモハベのヘテロゴーストのメスです。サイプレスモハベヘテロゴースト。サイプレスモハベって完璧ない？完璧なんだ、うん、これはやっぱサイプレスのコンボの中でもやっぱ1個はなんか結構最初の方に名前が上がるコンボだと思うんですけど、このフルストライプに、このフルストライプになるのが結構サイプレスの要素として大きい。まあサイプレスはストライプ傾向がやっぱ強いですね。あのスーパータイになった時にも結構フルストライプになる傾向が強いですし、あとはモハベもやっぱベル系でコンボした時にストライプ結構強
強く出るタイプなので、まあ、あのストライプ傾向の強い者同士がやっぱ当たるとこんだけやっぱフルストライプに、まあ、ヘビのストライプやっぱ綺麗ですよね。背中にツーッと一本線こう入るっていうのは素晴らしい。このサイドのね、抜けとグラデーションと素晴らしいですし、まあ、サイプレスモハベヘテロゴースト、サイプレスゴーストも一度だけ同じブリーダーから入れさせていただいたんですけど、はいはい、マジで綺麗でした。このブリーダーのサイプレス結構ゆきおさんの中でもこう惜しい、ね、ここのブリーダーゴーストがめちゃくちゃ得意なんで、あーゴーストが得意なんだ。そうでサイプレスもね結構ねちょくちょく送ってきてくれるんですけど、うんここのゴーストはいいぞ。なるほどですね、はい、なんでこの子もぜひ本物ゴーストにしていただけたらなと思います。なるほど、じゃあそのまま2匹目もご紹介いただいていいですか、はい、本当にねもう歴史に残る、歴史に残るユキオ歴史に残る、いや行きましょうか、そのユキオ歴史お願いしますよ。はいはい、おーユキオ歴史残る、これこれはモルフは、これはパステル GHI ヘッドレッドアザンゴースト、あーゴースト、やっぱさこれ同じブリーダーさん、先ほど同じブリーダーです。これはもうユキオ歴史残る、これは歴史に残るよ、これはすごいね。やっぱここのヘッドレッドって、うん、このヘッドレッドアザン出したオリジネーターがカナダのブリーダーで、うん、結構そのブリーダーが出しているようなコンボと近いものを結構送ってきてくれたりしてて、うん、私の本当に求めるコンボした時のヘッドレッドアザンの色味もやっぱヘッドレッドアザン、うちはいろんなとこから撮ってるんですけど、うん、ここのブリーダーのヘッドレッドアザンが一番本当理想的で大好きなんですけど、はい、パステルとコンボした時にやっぱこのシックに抜けぬこの色味が最高に愛してると言いたい、 いめちゃくちゃいいですね。いやお客様に感謝ですね、もうこう本当に、まあ、それもブリードをこう意識されたお客様であるか、こう、うん、いつかこの子の子供とか見れる日が来たらね、本当に見たいですね、買いたいですって言うかもしれないまあ、ぜひその時お願いしましょう。はい、もう本当に歴史に残る最高の一匹、ありがとうございました。はい、ゆきお先生お疲れ様です。お疲れ様です。ワンデーのインスタイベント終了いたしました。ありがとうございました。いやね、あのたくさんの方にご来店いただきましたね、はい、本当にありがたいことに。疲れてるね結構寒いね今日、今日寒いね、今日めちゃくちゃ寒い。まあ、今回の新入荷を含めて、はい、まあ、デンドロパークのこのボールパイソンラインナップ、はい、あの現状いかがでしょうか、まあ、これから先さらにこう輸入もたくさん来ると思うんですけども、はい、そうですね、ゆきお先生としては今年1年、まあ、多分おそらく動画登場は初になると思うんですけど、そうですね、今年の動画は初めてだと思います。どんな感じでしていきたいですか。いやまあラインナップとしてはやっぱりもっと本当に世界の最先端のものももっと力を入れて入れたいですし、必ずやっぱり私の大好きなもの、田中の大好きなもの、それぞれがやっぱり愛するモルフをこだわって入れ続けたいなと思っております。で良さを同時に伝えていけるようにもっともっと成長したいなと思っております。なるほどですね。あと新入荷は、はい、おそらくこの動画が更新されるのがちょっと JRS の後かもしれないんですけども、はい、まあ、静岡店の方でね、はい、あのしっかり見ることができると思いますんで、はい、そうですね、静岡店の方にぜひね、田中もいますんで遊びに来て、お待ちしてます、行っていただけたらと思います。はい、あとは、今年のクラッチがまた生まれて、あのファーストセットし始めてますので、うん、その子たちも江崎市内また販売の方にあのデビューしてくると思いますので、ぜひ気にしていただけましたらと思います。またねその辺もあのゆきおさんと田中で動画撮影して、はい、あのクラッチであったり卵の管理の仕方ないし、さまざまな、ね、形で報告させていただけたらなと思いますので、はい、そちらもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆきおさん本日ありがとうございました、はい、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。Chains don't change like it used to. Who runs the roost round here? The cooch gone clear. Got the heart from the bass to the snare, but the word is what's keeping them here.